Thank you.
ドラマの真田丸で千利休を演じさせていただきまして、茶道のわびさびを演じてるんでございますね。そういう師匠に、弟子にいたしましてですね、やらせていただいております。まあ、うちの師匠も、お仕事の方はいろいろね、大河ドラマ出たりさせてもらってたんでございますけども、ちょっとプライベートの方が暴露されるというね、事件がございましてね、あの時ちょうど大河の真田丸の撮影をした時でしたので、ちょうど丸埋めてた時だったんですね、頭をね。でもどう考えても、あの記者会見見てたら、奥さんに丸ごとにされたら違うかいう、そんな感じでございましたですけどね。もうあの記者会見でわびさびだけでなく、わびを入れておりましたですけどねまあでも、あの芸能界の方では、もう今年はですね、オリンピックイヤーにかけまして、フリンピックイヤーと言われてるそうでございます。もうフリンフリンフリンの話題ばっかりでございますからね。もうそろそろお腹いっぱいやな、半分になんかするんでございますけども、まあ、そういう師匠に弟子にして頑張ってますので、またあの女性の落語家で、まあ、あんまりね、見たことないという方も多いと思うんですけども、また女性もいるんだなと思いとか、女性って分かってますか、皆さん。私ね、落語家はイコール男性のイメージがありますから。ね、あの女性ですよ、ニューハーフとかそんな違いますからね、また女性もいるというところも覚えて帰っていただきたいと思いますけども、まあ、今日はですね、吉田佐和子さんに、言っていただきまして、まあ、10年ほど前からコンサートされてるので、よう知ってたんですね。まあ、見せてもらいにも来たことありますし、まあ、お近づきになりたいななんて思っておりましたら、出演してください言っていただきましてね、ありがたいことに落語でね。で、私この音楽とコラボレーションするとかね、そんなんかなって、いや落語でお願いしますと言われて、ですか言うて、ほな落語でどんな落語ですか、福知山の落語もとか。そしたらね、うちの師匠が実はこの市政70周年の時に福知山の落語を作ってるんですよ。それでね、あ、それやらせてもらいましょうか言うたら、いや新しいのを作ってくださいはい、ってでね、あの福知山を紹介するような、そういうようなね、落語がいいんですよって、注文多いな思いながらまあでも頑張って作らせていただきましたのでね、やらせてもらいたいと思いますけど、皆さんこの中にひょっとしたら、あのやっぱり普段からコンサート、まあ、音楽関係はよく行くけど、あんまり落語は行ったことないねという方も多いと思うので、落語を聞く時の五箇条というのがありますのでね、ちょっとそれを守っていただきますと、非常に落語は聞きやすいのではないかと思いまして、私はよう言わせていただくんですけど、あいうえお作文でそれ皆さんにお知らせしてるんです。あいうえおと言わせていただきますので、あくびをしない、あんまりあくびされると辛いんですよ。あのこういう言葉がありましてね、話が殺すには あくび3つで即死するというね、とにかく刃物がいらんというね、そういう言葉がございますので、とにかくあくびはしないで、ね、でいい居眠りをしない、まあ、でもどうしても眠たい方は寝てるだけでも結構なんですけども、できたら上向いて口開けてはーっと寝ていただきたいんですね。この間も前の方でね、7人ぐらいその口開けたまま寝ていただいた方がいらっしゃいまして、こっちから見てたらめちゃめちゃおもろかったんですよ。こっちが面白いので、できたら前向いて寝てくださいね。それからうつむかない、これをさっき言いましたね、うつむかないとつらいですね。あと笑顔で聞くね。で、おこれ一番大事ですから、これだけお願いいたしますよ。おはね、面白くなくても笑う、これ一番大事ですからね。そうですよ、なんといっても今日は本邦初公開の落語ですから、私もどこでみんなが笑うか全然わからないんですよ。ですからひょっとしたら皆さんね、最後まで笑わずじまいということもあるかもわからないんですよ。ですから今日ね、あの入場料払っていただいて申し訳ないんですけども、笑わせてもらおうという考えを捨てていただいて、もう笑いは全て自己責任でお願いいたしますお願いしますよ、ほんまね。えもうここおもろいとこなんかな思ったらね、もう隣を気にせず、隣が笑ってるから笑おうとかそんなんじゃなくてね、もう自分がここおもろいとこなんてハッと笑うて、息吐いて帰ってくださいね。息吐くとね、健康にいいらしいですから、しっかり吐いてね、おもろないなじゃ吸うばっかりじゃなくてですね、お願いいたします。それでぜひね、聞いていただきたいと思いますが、今日の落語は、まあ、プログラムにも書かせていただいてますけども、落語の中に踊り振興会の皆さんの福知山本堂が踊っていただくことになってるんですね。それで、まあ、こう出てきていただきまして、しばらくいたしますとみんなで踊るやないかという話になりますので、まあ、皆さん席に座っていただいて状態で結構ですので、上半身だけできたらどっこいせーどっこいせーと踊っていただきたいんですね。まあ、分からない方もあると思います。そういう方は踊り振興会の皆さんの見本を見ていただきながらこうやって踊ってください、こうやって踊っていただいて、とにかくこの落語を
盛り上げていただきますように、今日の落語は皆さんのご協力が頼りでございますので、よろしくお願いしたいと思いますが、福地良いとこ一席聞いていただきますが、佐藤さん、佐藤さん、ちょっと、もう何なんですか、係長、こんな柱の陰に呼び出して、いやらしいですね、セクハラですよ、やっぱり福知山ってええ町やね。私いろいろ
るから福知山の名所巡りに連れて行かれるね。嫁はんからは毎晩帰ってくるのが遅いから支社長と浮気してんのと違うかいと疑われてやな。北京都支社の中にも悪口が見つかって支社長にいろいろ連れ歩かれてやな。離婚しかかってる夫婦がいてんねんで、ね、その中で今2組離婚調停中やねん。そうなんですか。そやねん。そやから、まあ、とにかくまあよそで言うてもいいけど北京都支社には絶対言うたらあかんねん。それにな昼間来たとこやからそういうふうに田舎やと思うかも分からんけどな、まあ、僕は家族で転勤してきてもう5年になるけども、まあ京都出身やから最初は田舎やなと思うんだけどな、なかなかええ町やで住みやすい。はい、まあ、確かに住みやすいかも分かりませんけども、京都に比べたら雅さがないじゃないですか。雅さ、まあ雅さはないけど緑が多いね。まあ緑が多いですけど、でも京都にも緑がありますからね。こんな福知山のようにこの自然任せの緑じゃないでしょ。京都の緑は切り出された、洗練された、あ、例えばあの魚の竹林みたいな。ああ、魚の竹林はないけどな、あの佐賀地区いうところには竹の子有名やけどな、あの宝珠の竹の子いうて、もう柔らかくてえぐみがなくて美味しい。でその竹の子はね、他でも有名なところがあるでしょ。そうじゃなくて京都にはこの唯一の行事なんかがたくさんあるんですよ。8月16日の五山の送り火とか幻想的でいいですよね。で福知山もな、五山もないけど一山もないんですよ。一山ってどういうことです。いや、姫神山という山にな大文字の送り火があるね。一山だけやけどな、シンプルでなかなかええで、シンプル迫力ないじゃないですか。それにね、舞妓さんだっていないんですよ。舞妓さんはおらんけど舞妓が多いな。福知山はね、全国的に見ても出生率が高いね。せやからな、もう祭りとこなんか迷子ばっかりやで。それに高齢者も多いから時々な道が変え分かれへんってなこと言ってたらうろうろしてる高齢者もいてんねん。そういう迷子もういいでしょ、そんなこと。どうでもいいけど、そんなことにもとにかく北京都市社では絶対に福知山の悪口は言うたらあかんで、ね、分かりました。ただいま帰りました。佐藤さんお帰りなさい。あ、支社長お疲れ様です。営業回ってくれてた。そうなんです、大手のスーパーとかドラッグストア全部回ったんですけども、小さい雑貨屋さんとか化粧品屋さんとかそういうとこ回ってきました。そういうの大事よね。そういうとこのおばちゃんのおしゃべり、ああいう人とおしゃべりをしてね、大事にしとくとそういう人の口コミでだんだん化粧品が売れるということがあるからね。どこら辺も回ってみたの。あのガクツカと池泉っていうとこ行ったんです。ガクツカ池泉、そんな地名は福知山じゃないけどね。いや、ありますよ。あのね、額縁の額にあの宝塚の塚って書いてね、額塚って読むんです。それ、すくも塚って読む。あ、そうなんですか。じゃあ、いくにあの積み木の積みは、それはいつもりと読むの。あー、すみません、知らなかったです。あなたね、福知山行っても3ヶ月もなんねんから、そんなことでどうすんの。地名ぐらいちゃんと覚えなさいよ。あんたね、もうちょっと福知山のことを勉強してもらわないと。あとね、福知山城が誰が建ったか知ってる？え、大林組。しょうがないよね、本当なんですよ。あの明智についてです。そうそう、それぐらいは知ってんねんね。明智についてはね、三日天下で裏切り者やとか言われてるけども、丹波の領民にはすごい好かれてたんよ。いじらがあの治水をね、整理したりとか、あと税金を免除したり、すごくいい人やったんやから。そうなんですか。全然興味なさるよね。で、福知山城の石垣って変わってるの知ってる？破壊してできてるんで。気持ち悪い。気持ち悪い。あの、激も可愛いって言っただけなんですが。あ、そうなんですか。あんたなんか興味を示さない、いやらしい性格がね。そしたらね、こんなんだよ、あんた。福知山城にはね、恋愛教授のパワースポットがあんねんから。ちょっと待ってください。そんなのがあるんですか？いや、私ね、札幌の彼氏と遠距離恋愛で絶対結婚したいと思ってるんです。そんな恋愛上手のパワーってことですか。そんなあるんですか。私それ行きたいです。行きたい。やっと食いついたね、あんた。そう、行きたい、行きたいです。あ、そう、そこ教えてあげるから今夜居酒屋行く時に付き合いなさい。まあまあ飲んでちょうだい。ありがとうございます。いただきます。でしょ、それ福知山の地ビールやからね。へえ、ここが居酒屋福知ですか。そう、マスターがね、福知山の食材にこだわってくれててね。あ、そうなんですか。
でもなんか椎茸とキュウリのメニューがめっちゃ多いんですけど、まあ、椎茸とキュウリは福知山の特産やからね、市場なんかでもすごく値が高いから。そうなんですか。あのマスター、はい、何でしょう。あのこのキュウリのフルコースってどんな料理なんですか。それはですね、女の子に人気なんですよ。あのキュウリパックをしたからね、キュウリのメニューを食べましてね、それでキュウリ夫人の伝記を読むんですわ。
能のおかげでね。そうですよ。焼けるところによりますとね、土日になりますといつも福知山の観光ボランティアガイドなんかもやってるみたいですよ。あら、そう。それに札幌の彼氏とは別れたみたいでね、福知山の彼氏が新しくできたみたいです。ゆくゆくは結婚して福知山に住みたいってなことを言ってますよ。あら、そう、嬉しいやないの。ただね、ちょっとクレームが来てるんですよ、営業先のお客さんから。え、クレーム？何があったの？いや、実はね、営業先へ行っても化粧品の話よりも福知山の話ばっかりするらしいんですよ。それでね、居酒屋の時に無理やり連れて行ったりとかね、そんなことをすると言ってもちょっと困っておられるんです。ああ、そう。でももう大丈夫。え、大丈夫ってどういうことなんです？佐藤さんね、さっき本社から連絡があって、今月で最初の希望通り京都本社に転勤になったわ。ありがとうございました。
Thank you.